やばいです。非常にやばいですよ。いやー、勝ってないね。もう J2 が本当に見えてきた。で、今日アビスパ戦ダービーなんだけど、今日勝たないともうちょっとまずいよね。今日勝って、勢いつけて、残りの試合も ほとんど勝たないともう無理になってくるんだろうと思うけど、今日ね、コンサドーレも勝ってるんで、いやー、ちょっと厳しいなー、今年は。まあでもね、残り7試合か。まだ試合がある限り、可能性がある限りはね、信じて応援するしかないんでですね。まあちょっと非常に厳しい状況ですけど、まあ楽しい込めて応援しましょう。いや、今日のね、対戦相手アビスパ、元サガン鳥栖の選手がいっぱいおるよね。松坂とか、ねえ、松岡とかさ、岩崎とか、田代、いい選手がいっぱい行っちゃったからね。いやー、ちょっと厳しいな。でもアビスパも最近勝ってないから、まあでもワンチャン勝てるんじゃないかなとも思うしね。でもほんとどっちにケツに火がついてるかって言えばもう確実にうちなんで、もうほんとね、やるしかないって気持ちで選手たちもね、ハードワークして頑張ってもらうしかないね。いやー、 J2 はやだなね。こうやってね、年配の方とかもこうやって一生懸命応援しに歩いて生きよるわけやから、まあ、なんとか頑張ってほしいし、今日ね、まあ、たとえ J2 に落ちても、最後はやっぱ鳥栖らしかったっていう試合をね、で、試合をしてシーズン締めくくってほしいよね。まあ、鳥栖サポーターって J2 に落ちたとて、まあ、応援はする、もちろん。ただ、終わり方の問題、もう本当にボコボコ最後までボロ負けして終わるんやったら、やっぱサポーター離れもあるかもしれんし、いやいやいやと、やっぱり鳥栖だったねっていう試合を最後に見せて終わるのとは全然違うんで、まあもうほんと結果はもうどうの二の次でですよ。もう一試合一試合全力で戦って勝利を目指すっていうところをね、見せてもらいたいなと思います。いや、熱い試合を見に行きましょう。じゃあエキスタが見えてきましたよ。我々のスタジアムは J1 にいるべきなんだけどね。絶対落ちちゃいかん。俺はまだ諦めんぞ。よし、行こう。
でももうほとんどそれで済むぐらい。私はお茶漬け使って。どうしたもうスタートする。エンディング。はい、あ、つけますよ。わかります。画面に映ってる人が。はい。あ、どうもこんにちは。こんにちは。終わりました。どうでしたか。まあ、戦ったとは思う。でも残念ながら0対0、うん、まあ、でもね、可能性ある限り戦っていこうと思ってる、うん、はい、まあ、今日の試合をきっかけにできるかわからんけど、うん、でもね、批判にもかけるしかない、うん、もう奇跡の逆転なんでね、やってやろう、ね、選手の笑顔が見たいです。はい、次こそ勝ちましょう。はいはい、じゃあ次、兄貴。兄貴、はい。兄貴、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。よし。今日、実はですね、ちょっと、仕事がちょっと忙しくて、ちょっと乗り遅れまして、はい、オープニングの方を撮ることができませんでした。そうそうでした。ですね。違約金の方に全部お任せしてるんですけど、まあ、試合結果としては、スコアレスドロー。まあ、ギリギリの勝ち点1を拾ったかなっていう感じ、うん、まだ終わってません。終わってない終わってません終わってない、うんうん、残り何試合？6試合。6勝すれば勝ち点プラス18。サブロック18。サブロック18。無理だけどね。大丈夫。何が無理じゃないよ。無理じゃない無理じゃない。すいません。無理じゃない。その時が来るまで我々はそうです。後押しするのみ。もう続けるのみですよ。そうです。それを仮にもう1年間頑張って、はい、そうだ、応援してるんですよ。頑張ろう。はい、ということで次節も絶対大事になります。そうだね、はい、はい、そこよろしく編集お願いしますね、井口さん。ということでマーシーにお願いします、はい、じゃあマーシー。はい、まあ残留する制限を別として、今日の試合はもう勝ちか負けかしかない中で、勝たないといけないやつ、何があっても。いや、今日スタンドの声援すごかったよ、ね、すごかったですね。特に、はい、試合終了間際のあと2分、3分ってなった時の、イダレオとか多分、はい、サイドスタイルも多分歌ってたし、はいはいはい、すごい声出てましたよね、みんなね、うん、あれでやっぱ勝てれへんパターン。どうもすいません。どうも。20年近く応援してますな。サマットス。ありがとうございます。どうも。サッカーは選手がするけど、でもサポーターがあんだけ空気と雰囲気とスタジアムを作って、ね、やっぱ最後、ね、もうちょっと死ぬもの狂いで点取りに行くところを見せてほしかったし、それがないんやったらダメなんじゃないって思うくらい、やっぱりもうダービーなんで、もう勝つしかないし、勝ってもらわないと困るし、うん、勝たないとあかんし、そう、うん、まあね、残留ウンチャーはもうその後の話として、うん、まあ、今日はもうとりあえずダービーなので、もう勝てなかったことはすごい、ただ悲しいし、悔しいし、サポーターはめっちゃいい空気作ったと思いますよ。うん、頑張った。そうだそうだ、うん、頑張った大事、はい、ということで、はい、よろしく。はい、では戻します。はい、じゃあ兄貴、おい、もう首の皮一枚どころか、はい、もうオニオンスライス一枚ぐらいの可能性ですけど。やばいことになってますよ。はい、下手な料理人やったらだいぶ熱いそうやね、うん、まあもう俺たちはね、サガン鳥栖で、はい、もうたくさん助けてもらった。そうだね、仲間もできたし、うん、出会いもあった。結婚もした結婚もした、本当、もうそれもサガン鳥栖のおかげです。そうですよ、ね、だからもうね、応援しよう、残り6、全力、はい、はい、まだまだ終わってない、うん、はい、サガン鳥栖はこっからだ、はい、6連勝を向けて、はい、頑張るぞ、はい、サガン鳥栖勝つまい、ありがとう、よいしょ。